松井義也は、福岡県田川市出身のプロ野球選手。宇藤左田。読売ジャイアンツ所属。田川市流金川小学校1年生から、高所エルテックスで、軟式野球をはじめ、田川市流金川中学校では、同校の軟式野球部に所属し、投資兼保守としてプレーする。高校は、北九州市の織尾相馬高校に進学。1年生の春から、ベンチ入りし、 一年生の夏から四番、遊撃手として試合に出場する。三年生の夏の第100回全国高等学校野球選手権大会に同校として初めての甲子園出場を果たした。三番、三塁種として出場した対日大三高戦では4打数1安打を記録するも初戦敗退となった。2018年10月25日に行われた プロ野球ドラフト会議において、読売ジャイアンツからドラフト50名で指名され、11月17日、北九州市内のホテルにて入団交渉を行い、契約金3500万円、年俸500万円で契約合意に達し、11月23日、東京ドームで開催されたジャイアンツファンフェスタ2018において、新入団選手発表が行われた。背番号は65。 2019年は2軍で20試合に出場し、打率136、1本塁打の成績を残した。2020年は2軍で4試合に出場し、打率30、1本塁打、2打点の成績だった。2021年は2軍で6試合に出場し、18、打数1安打、打率、056、1本塁打、1打点の成績だった。10月4日、 来期の契約を結ばないことが通告された。高校通算40本塁打のスラッガー。191センチメートルの長身で50メートル走6秒、1と俊敏性も合わせ持ち、身体能力が魅力。愛称は、ヨッシー、ヨシオ、ゴジ。松井秀樹と同性であることから、九州のゴジラと称される。ありがとうございます。